皆さんこんにちは、ドクター芹沢です。大幅リニューアルされた前半戦同様、後半戦もかなりステージ構成が変わっていました。しかしながらシンゴジラリーダーの時のように低レベルリーダーでの攻略はかなり厳しかったです。総計4時間以上にも及ぶ激闘の中から各所ステージを解説していきましょう。全体を通してまず言えることは、やはり撃破数が稼ぎやすくなっているということですね。スペシャルミッションの撃破数上限も6000に上がりましたが、ウェーブ70台を突破できる実力があれば問題なくクリアしていける数字です。後半戦の序盤でもうまく敵を引きつけてゆっくり進撃していけば、それなりの撃破数を安定して稼いでいきます。今シーズンではステージの進行と撃破数稼ぎを両立しやすくなったということで、より多くのゴジバトユーザーの方がチャレンジしていける内容になってますね。ただし手札的に敵の戦力に対応できないようなら逃げてしまうのも一つの手です。正面から敵を打ち破った方が確かにかっこはいいのですが、低レベルリーダーの場合は特に一撃一撃の積み重ねが命取りになります。前線を避けて強襲できるユニットはこういう時のためにあるのです。ウェーブ60は待てば撃破数が稼げる典型的なステージです。序盤こそ敵がまばらにしか出てきませんから、そのまま進撃してしまいがちですが、それを超えると怒涛の連続攻撃が始まります。ファイナルゴジラを筆頭にカマキラスの群れ ×2、 スーパー X、 ウルティマ、ヘリキチ、ダブルジェットジャガーまで出てきます。序盤でクリアしてしまった場合を比べてみると25体も撃破数に差がありますので、余力のある方は積極的に撃破数を狙ってみてくださいね。今までメーサー基地構成だったウェーブ61は完全にそのオーダーを変えてきました。いきなり金文字の品川くんが登場し、大凧やヘリ基地、デストロイヤー、妖体やキングシーサーまで突撃してきます。ステージの中央から左右対称にユニットが登場してきますから、正面からビオランティアを繰り出せば面白いように撃破数を稼げるでしょう。ただしレベルが高すぎるビオランティアの場合はすぐに決勝体まで到達してしまいますから、ゼットンやスーパー X などの単体遠距離攻撃のユニット、または時間で手札に戻ってくる進化銃などを使ってうまく迎撃しながら敵のユニットを全て吐き出させましょう。全て撃破できたらこのステージだけで46体の撃破数を稼げます。ウェーブ62もその構成を大きく変え、いきなりウルトラマンが出てきます。しかし敵が出てくる間隔がかなり広いので、待ちながら撃破数を稼ぐというのは少々難しいでしょう。開幕 Z がいれば中央の最前線に配置すればいいのですが、左右に分かれてくるユニットをそれぞれ左右に振り分けて繰り出してしまうと、そのまま決勝帯まで到達してしまって時間をかけられません。入浴ステージで歩みが遅くなるとはいえ、下手にユニットを繰り出すわけにはいかないのです。このステージではあまり撃破数を稼ぐというには向いていないでしょう。ウェーブ63は構成は変わっていません。スペゴジギドラ構成が迫ってくる横から厄介な集団がやってきます。そこから間を空けずにスペゴジギドラコンビがダブルで出てきます。集中攻撃を食らってしまうと、いかに金文字カンストユニットを持っていたとしても突破は難しくなるでしょう。デスギドラやウルトラマンのような貫通効果を持った攻撃はかなり有効です。敵のスペゴジが残した結晶体も撃破数に含まれますから、索敵能力が高い空中ユニットはこのステージでは重宝しますね。ウェーブ60台の撃破数稼ぎの場所としては64から66の方がより簡単でしょう。ウェーブ64では左サイドをメインに攻めてきますから、バニゴジなどのゆっくり進撃できるユニットを左サイド寄りに配置させましょう。こちらの攻撃範囲外にユニットが出現してしまったら、
ディメンション態度などで引き寄せてしまってもいいでしょうね。ウェーブ65では逆に右サイドに戦力が集中します。ゴジラアースならば右サイドに置くだけで敵の撃破と時間をかけた進撃が可能です。地上ステージですからゆっくり進行することがなかなか難しいのですが、そこさえクリアできてしまえば時間をかけるほどに撃破数が積み上がっていくわけです。このブロックでうまく立ち回ることができたら総計80以上の撃破数を稼ぐことができます。後ほど紹介するウェーブ70からのブロックほど戦力調整は難しくないので、後半戦における撃破数稼ぎの新しい第一候補と考えておいていいでしょう。前半戦で予想していた通り三段進化ユニットが出てくるステージがありましたね。ウェーブ67ではデストロイヤ集合体、飛翔体、完全体が出てきます。妖体も出てきますので、ゴジバトに実装されたデストロイヤは全てコンプリートできるステージになってます。しかしながら完全体出現させるまでにはかなりの戦力を退けなければならず、低レベルリーダーでそこまで耐えるにはかなり手札運が重要になってきます。芹沢は完全体を倒しきるまではできませんでしたから、この動画を見ている皆さんはぜひ完全体撃破を達成してくださいね。ウェーブ69では今までウェーブ40の焼き増しだったのですが、今シーズンからはちょっと構成が違います。最初に出てくるモスラバトラは成虫ではなく幼虫状態。ただし右サイドから迫ってくるメガギラスはバトラのバフ効果がついてきます。それを退けたら今まではキングギドラの5つ目だったのですが、今回からファイナルゴジラが登場します。デコイ役だったヘドラ飛行隊は進化後の状態で出てくるので、ヘドラとゴジラの集中攻撃を食らわないように撃破しましょう。このステージでも構成は2周し、2周目はちゃんとモスラバトラが成長になっていますが、メガギラスがバトラーバフを受けた状態では出てきません。3体バラバラの状態で出てきますから、迎撃する側としては毎シーズンよりもやりやすいでしょう。そのおかげでゼットンアースという僕が今まで使ってこなかった組み合わせをこのステージで試すことができました。5つ目に出てくるデスギドラは毎シーズンと変わらず登場します。ただしすぐさま出現していたファイアーラドンは少々間を空けて出てきます。総進撃バトル全体で見た時のステージ難易度は上がっていますが、このステージ単体で見るとかなり戦いやすく調整されています。そのおかげというわけではないんですが、最後のファイアーラドンをほぼハメ技に近い形で粉砕することができました。狙ったわけではないにしても攻撃誘導と挟み撃ち、両方やられてしまってはさすがにひとたまりもありませんね。ウェーブ70から78までは4連戦と5連戦ステージになります。その構成は前シーズンと同じなので、今回もウェーブ70から73のブロックが後半戦最大の撃破数を稼げる場所となります。戦力が左右に分かれて進撃してくるウェーブ70ではメーサーの多重スタンに注意です。スタン耐性のあるウルトラマンやゴジラアースはこのステージで大活躍するのですが、撃破数を稼ぎたいのであれば特にウルトラマンは出さない方がいいでしょう。ウルトラマンの移動スピードは速いので、下手をするとスタンで攻撃キャンセルされることもなく、そのまま敵結晶体を破壊してステージ終了になってしまう可能性があります。ゴジラアースもステージ序盤に出してしまうとそのまま進撃して全ての撃破数を稼ぎきる前にステージクリアしてしまいます。迎撃ユニットは必須なのですが、繰り出した自分のユニットがメーサーの多重スタンと敵の主力に倒されるような配置をしなければならないという、ある意味一番難易度の高い調整能力を求められるのです。それができれば今までのステージとは比較にならないほどの撃破数を手に入れることができますので、撃破数のミッション上限を狙っている方は挑戦必至のステージですね。前シーズンからそうだったかどうかは分かりませんが、ウェーブ71も
構成が2周するステージであることが分かりました。主な戦力はヘリ基地、アンギラス、モスラレオ、そのつなぎ目にスーパー X が4機ほど出てきます。最初は左サイドに戦力が集中しますから、気流を左の川に配置しておくとかなりの活躍を見込めるでしょう。モスラレオの突撃も当然避けなければなりませんから、カマキラスをデコイユニットとして使うのならば左サイドにしておきましょう。生き残ったカマキラスが結晶体を破壊する可能性も少なくなりますからね。後半のスーパー X は両サイドに散っているのでなかなか迎撃が難しいのですが、前シーズンよりも撃破数を稼げるようになったとしたら挑戦しない手はありませんよね。ウェーブ72は前シーズンから変わりありません。左サイドの3体同時攻撃を退けた後、ゴズメのラドン軍団が出てきます。テレストリスとメガギラス、そしてモスラレオは放っておくとリーダー近くまでほぼ同時にやってきますから、迎撃するならリーダーから遠い場所で、そしてステージ開幕からそれを実現できるようなユニット配置をしておきましょう。ウェーブ73では全く新しい構成となっています。先ほどデストロイヤシリーズが全て登場した時のように、このステージではシンゴジラの全ての形態が登場します。ネロンガに押される形で迫ってくる品川くんには少々笑えますが、早めに迎撃しないとネロンガのスタンで思わぬ追加ダメージを受けてしまいます。最初の構成を退けたのもつかの間、このステージではいきなり至近距離にゴジラが出てきますから、迎撃手段がなければここで試合終了となってしまいます。ファイナルウォーズガイガンがもし出ていたとするならば、敵の鎌田君を撃破した場所から戻ってきて助けてきてくれるかもしれません。初見で一瞬ヒヤリとしましたが、ここはガイガン先生に救われましたね。ウェーブ73はゴジラ祭りのステージでもあるので、至近距離のゴジラを退けた後はファイナルゴジラも登場します。そして大鳥に登場するのがシンゴジラ第4形態こと鎌倉さんです。左サイド端に登場するので、実は倒さなくてもクリアできる位置にいるのですが、できれば倒してゴジラ祭りのフルコースをコンプリートしておきたいですよね。この4連戦ブロックでうまく立ち回ることができたなら、チケット1枚で150体以上の撃破数を稼ぐことができます。今回はウェーブ71が2周することが分かりましたから、完全撃破の場合の総撃破数はもっと上がっている可能性もあります。このブロックを完全制圧できたなら、撃破数ミッション上限が7000になったとしても達成可能になるでしょう。続く5連戦では構成が大きく2つに分かれています。ウェーブ74と75ではラドン祭りのステージです。時間が経てば経つほどラドンが出てくるのですが、ウェーブ74ではラドン構成の攻撃の隙間が長いので、最後のファイヤーラドンが出てくるまでにかなりの時間を要します。撃破数を意識しないのならば、地上をシーサーで走らせるなどして素早くクリアしてしまった方がいいでしょう。続くウェーブ75では他のユニットも出てきますが、メインは左サイドを中心としたラドン構成です。このブロックではウェーブ78をクリアするまでチェックはできませんから、余計なダメージをもらわないうちにクリアしてしまう方がよりベターですね。ウェーブ76、77は集団で攻められるステージです。ダメージを食らいやすいのはこの2つのステージなので、広い範囲を相手できるユニットを手札に加えておきましょう。デストロイヤリーダーには範囲攻撃できる必殺技があるとはいえ、通常攻撃は1対1ですから、囲まれると大ダメージを負ってしまいます。手札シャッフルをうまく使って範囲攻撃ユニットを手に入れておきましょう。ウェーブ78では今までとは逆に突撃速攻で落とした方がいいステージです。序盤のラドンは何の問題もなく倒せるので、つい油断してしまいがちですが、左サイドにウルティマが現れてから本性が現れます。
ノスラ星中が計5体次々と出てきます。それを見越して戦力を配置できるのであれば迎え撃ってもいいでしょうが、ノスラに囲まれてしまえばデストロイヤリーダーに勝ち目はありません。序盤の攻勢が薄いうちに落としてしまうのがセオリーです。とはいえ、しっかり戦術を立てて迎え撃てば倒せない攻勢ではないので、自分の戦力を力試ししたいという方はこのステージを正面突破してみてはいかがでしょうか。さあ、ここからが総進撃後半戦の本領発揮です。ウェーブ82ではガイガンとシーサープラスメフィラスの波状攻撃にさらされます。特にシーサー3連星の突撃をうまく防がなければ一瞬でやられてしまいます。後方のスーパー X もいやらしい位置にいるので、地上防御だけに気を取られていては絶対に勝てないステージです。地上の防御と対空迎撃両方をこなしてやっと前線を突破できます。メーサー基地やカマキラスの群れ、メガギラス、ウルトラマンあたりがいれば防御から攻撃の流れがスムーズになるでしょう。こちらも意図したフィニッシュではありませんでしたが、最後は敵のゼットンとこちらのバニゴジでダブル爆発によってフィニッシュしました。ウェーブ85は最終5連戦の前哨戦ともいえるステージです。初手の群れ系ユニットを倒しきると強力な星4ユニットが次々とやってきます。間を縫って敵リーダーを攻撃できたとしても単体で落としきるのは不可能だと思っていた方がいいでしょう。戦力は敵の迎撃に全振りしてしまう方がよりベターです。総進撃バトルラスト5連戦は今回も構成は変わりません。しかしながら最高難易度のステージを5連続で突破しなければいけないわけです。出てくる手札によっては大苦戦を強いられますので、迎撃戦力とユニット配置のタイミング、そしてどんな連携を行うのかというのを一瞬で判断しなければなりません。ウェーブ86はスペゴジの結晶体で強化されたテレストリスの火力が厄介です。最初の10秒は回復効果を持っているテレストリスですから、回復効果が切れるまで敵を引きつけ同時に倒しに行った方がこちらの戦力が無駄に削られなくて済みます。最初のスペゴジテレストリスを突破したらこちらの進化ユニットを繰り出して進化時間を稼ぎつつ敵戦力を減らしていきましょう。このステージで進化できれば後々のステージで迎撃できる戦力が強化されます。ウェーブ87はひたすら群れ系のステージです。カマキラスの後方からやってくるデストロイヤ妖体が一番火力が高いので、ミサイルや在来線爆弾などがあればノータイムで倒しに行きましょう。レベル5のデストロイヤリーダーでは必殺技でこのステージの群れをまとめて撃破はできませんので、リーダーの周りに囲まれ回避のための戦力を配置することが必須になります。地味にドラッドが混ざってきますから、ビオランテだけでは群れ構成を突破できないのが厄介なところです。ヘドラやギドラ族のような空中も攻撃できる範囲攻撃持ちがいれば百人力ですね。このステージでは最後のドラッドからしばらく経つと金持ちの障子が現れます。この隠し要素も5連戦が始まった頃から変わっていませんね。素早くクリアできるに越したことはないですが、この金文字諸事を倒してクリアしてみるのも一つの楽しみ方ですね。ウェーブ88も78の時と同じように突撃速攻でクリアするべきステージです。戦力は左側に集中しており、開幕右側にユニットを配置すれば何の抵抗もなく本丸に到達できます。この最終5連戦の本腰は次から始まりますから、余計なダメージは負わずに抜けてしまうのが鉄則です。どうしても突撃要員を引くことができなかったら、本気の戦力を左側に集中させて迎え撃つしかありません。次々と増援を送り込んで絶対に前線を崩されないようにしましょう。ウェーブ89、
このステージが総進撃バトルの最難関ステージです。最初に出てくるのは左のスーパー X ですが、正面からやってくるモスラバトラのコンビはかなり厄介です。下手な位置に迎撃ユニットを置いてしまうと、あっという間にリーダーごとやられてしまいます。このステージで一番意識するべきことは攻撃そらしと敵の分断です。例えばいきなり左奥側にモゲラやキリュウを出してスーパー X を落とし、ある程度モスラを引きつけておくとか、ディメンションタイドや冷凍ゾンデでモスラバトラどちらか片方を遅延させるなどの戦法が必要になります。下手に迎え撃とうとしても相手のモスラはバトラバフがかかっているので、単純な火力は金文字カンストユニットのクラスです。それをいかに被弾少なく切り抜けられるのかという無理難題を限られた手札の中でやらなければならないのです。こちらもカンストユニットを持っている場合はまだ戦いやすいかもしれませんが、星4レベルが15以下しかないなら大苦戦は間違いないと思ってください。このステージでの勝機はメカギドラを倒した後の右サイドにあるので、突撃ユニットがいればメカギドラを倒した瞬間に右サイドを走らせ、敵の本丸に突撃を仕掛けましょう。コンティニューすることも多いと思いますが、コンティニューすると体力満タンになる代わりに進化していたユニットは全て進化前の状態に戻ってしまいます。僕は今回このステージで3時間も足止めを食らってしまいましたから、時には引いて戦力を整えてから出直す判断もまた必要です。コンティニューすればするほど G ストーンも消費していってしまいますからね。最終ステージのウェーブ90、ここではスーパー X やゴジラウルティマが大活躍できます。コンティニューして進化前に戻ってしまったとしても、このステージで再びウルティマへ進化させることは可能です。ウルティマに進化したらリーダー後方をやや右寄りに配置し、中央も左右も狙える状態にして迎撃しながら敵陣へ進撃しましょう。もしもウルティマもスーパー X もいない場合、左サイドからの突撃突破を狙ってください。右サイドのメカギドラが出てくるまで少し時間がありますので、左サイドの戦力を削ったらそのまま敵陣へなだれ込みましょう。今ならばあえてゴジラアースやゼットンで完全迎撃態勢を取るのもいいかもしれません。このステージでは最初のメカギドラ撃破までの動き以下で8割方ステージクリアの結果が変わります。その後は投入した戦力を支援しつつ進撃できるような状態にしていかないと、徐々にこちらが自利品になって体力負けになってしまいます。攻めどころを逃さず諦めない心で向かっていけば、必ず完走までの道は開きます。まだ総進撃バトル未完の方はこの動画を参考に、そして充実した戦力をすでに持っている方はいろいろと楽しみながら総進撃バトルを遊んでいってくださいね。今回は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。